川越常重は、鎌倉時代中期の武蔵区に川越官の武将。鎌倉幕府御家人。川越康氏への着難。北条氏徳総家当主。鎌倉幕府第四大執権。北条教授より返記を受けて教授と名乗る。高原元年6月、第六大将軍、宗方親王の鶴岡八万宮北条海軍人に選ばれた記録が、東鏡まか初見に見られる。その後も、 将軍の寺社五三の先人随病を務め、文王元年1月、芸能に引い出た五家人が選抜される、将軍近所である昼番主五番となる。校長3年7月に、宗方将軍が鎌倉を追放された際にも少数の部人の中に選ばれ、気楽に従っている。文王元年11月22日、創建から100年目にあたる川越荘の本家。 新日吉さんの王宮に盆昇を寄進する。運営9年、有力語家人を中心に、足立安森が主導した高野山の長石混流に参加。教授の時代は、鎌倉での活動が活発であり、都市鎌倉との文化交流によって、川越館からは、鎌倉の影響を受けた遺跡が多く出土している。教授は常に、将軍具部,部人に選出されるなど、第五大出権 北条時より政権下で、川越市の幕府内での地位を上昇させた人物であった。没落していく、御家人が出現する中、国賀財庁の流れを汲む不勇な川越氏は、武蔵国を支配する北条特捜家と密接な関係を築くことで、自立した御家人として生き残りを図っている。教授が回帰となった川越氏元町の幼児院家徳は、この胸しが継いだ。 数ずがりに登場する川越入道ごけは時期から見て教授のごけと見られる。新日吉さんのおに寄進した盆晶は教授が回帰となった幼稚院に保存されている。ありがとうございます。